美味しくいただきました。で、焼き飯もね、なんかふんわり柔らかく
なんかラーメンと餃子と合うかなっていうような、ネタで、ございました。本当にこの岡山県と兵庫県の本当境目にあるので、まあ、一つの分岐点というか、まあ、ここでちょっと食べて岡山の町に行ったりとか、ここで食べて兵庫県に入ったりとかいうあれなんですけど、まあチェーン店というかね、なんか同じ店がね、岡山県にも 何店舗かございます。まあそれぞれのね良さがあるかと思います。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。